女優の石原さとみが、7月スタートの日本テレビ系ドラマ、高嶺の花、舞。週水曜22時チルダ、で主演を務めることが25日、明らかになった。念願の野島伸司脚本に、石原は、身が引き締まる思いです、と語っている。高嶺の花、主演の石原さとみイコール日本テレビ提供同ドラマは、塚道の名門、月島流、本家に生まれ、美貌、キャリア、財力、家柄、才能と、すべてを持ち合わせた女、月。島桃、石原、が、婚約者の二股交際発覚、式当日の結婚破談というピンチを迎えた中、特に取り柄のない男、風間直人とまさかの、運命の恋、に落ちていくストーリー。この風間役を演じるのは、民放連ドラ初レギュラーとなるロックバンド、銀杏ボーイズの峯田和伸だ。この、絶望的な格差、の二人の恋の書くのは、高校教師、101回目のプロポーズ、この世の果て、ストロベリー・オン・ザ・ショート。ケーキ、バラのない花や、プラトニック、雨が降ると君は優しい、など、様々な切り口で純愛ドラマを生み出してきた野島伸司氏。石原は、野島伸司さんの脚本でラブストーリーをやりたい、とずっと言い続けてきたので、今回、ガン。いかなって野島さんとご一緒できることが、とても嬉しく身が引き締まる思いです、と感激の様子。台本を読んだだけで震えるくらい心を揺さぶられ、深くハッとさせられるセリフのオンパレードです。プレッシャーは相当ありますが、自分自身との戦いだと思い、負けないよう挑戦したいと思います、と意気込みを語る。一方の峯田は、石原に対して、まさに、ど真ん中に立っていらっしゃる方。まだこの物語がどういう結末に向かっていくのか全く想像できませんが、野島さん。が新しく書こうとしているものに、果たして自分はどんな色をつけていけるか。キャスト、スタッフの皆さんと一緒に、撮影に心を尽くしたいです、と抱負。そんな峯田に、石原は、私が演じる桃がただ人を罵倒するシーンがたくさんあるので、どういうリアクションをしてくださるのだろうかと、今からワクワ。しています、と言い、存分に直人の心も、視聴者の皆さんの心も振り回せるような魅力的な桃を演じられるよう頑張りたいと思います。どうか楽しみにしていてください、とメッセージを寄せている。そして、野島氏は、ドラマっていいな。そうか。だからわざわざ時間を割いて、ひととき日常を離れてのめり込めるエンタテインメントなんだよね。作り手と受け手が、そんな思いを共有できる、そういう熱を呼び起こせるものを書きたいと思いました、とコメント。石原に対しては、約8年ぶりにお会いしたのですが、その間に着実にキャリアを積み重ねてきた自信と風格を感じました。彼女の役柄を考えたとき、和装で見得を切る、名門の華道家師範という画が浮かんできました。峯田については、裸でステージからダイブするイメージとは異なり、実際にお会いしたら、とても情緒的で聡明な印象でした。彼がこの物語に、独特のひょうひょうとした味わいを運んでくれることでしょう、と期待を示している。
本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。